与田純一、与田純一は、日本の児童文学者、詩人。昭和期の日本の児童文学界において、指導的役割を担った。作詞家を担当、辰ツミからと信仰を結びその後も、本格的な執筆活動を開始し、1929年に、初の童謡集、旗、八・雲を出版した。橋本氏の父、ドイツ文学翻訳の与田セは長女。 与田純一の表記もある。1905年、福岡県山和郡世鷹町上町に、浅山与太郎、末の次男として生まれた。翌年、親戚の与田家の養子となり、以降は、与田生を名乗った。養父母を相次いで亡くしたため、実家である浅山家で育つ。筑後市で小学校教員として働きながら、同郷の北原白州に指示した。健康上の理由で職を辞して上京し、 雑誌赤い鳥の編集を行う。1950年から1960年まで日本女子大学で講師として児童文学を講じ、1962年より日本児童文学者協会の第六代会長を務めた。1967年、与田純一全集で産経児童出版文化賞、1973年の雪山雪で野間児童文芸賞を受賞した。 門下には、窓、道をはじめ岩崎京子、正源寺義子、甘ん美子、上沢利氏らがいる。日本ペンクラブ会員、郷里の実、山市瀬隆町の清水寺には、与田の史費がある。また、毎年10月には、与田純一児童文学祭無ッ期キッキ、祭りが催されている。2009年10月、宮間市に、与田の功績をまとめた、記念館が作られた。 つくば来ら市立小針小学校みと市立第4中学校戸籍上は8月2日出生。宮間市立図書館郷土の人物、与田純一。ありがとうございます。